よし、韓国の旅の3日目だね。大体最高の日だね。大体というか最高の日だね、明日日本に帰る。残念ですけどね。よし、今日はちょっと嫌な天気なんですけど、天気だね。ちょっと悲しい。なんか観光行きたいって気持ちないね、この天気で。まあしょうがない。今日ハノク村という場所に来た。で、ここは韓国の昔の町、なんかちょっと昔ポイのエリアに行ったね、最初の日に、ね、でもここはちょっと特別。なんかここ人住んでない、なんか観光のためにだけの場所だね、そうだね。で、入るのは無料だよ。なんかとってもいいと思うよ、なんか韓国のドラマに出そうな感じ。そうだね、確かに。なんかその昔のドラマ、なんか韓国のドラマに出そう。こういう建物とか家とか、なんかいい伝統的な感じ、韓国の伝統的なエリアだね。そうだね。なかなかないね、ソウル。なんかソウル、まあ、新しいが多いね、だからまあ今日来たね、ここに、ここ来る前にミョンドン、というエリアに行ったね。だいたいなんか日本の渋谷そっくり感じだったね。で、あんまり何もしなかったし、で、こうやってから、まあ、ちょっとショッピング行く、お土産、で、なんていうか、その別のマーケットがあったね、ナイトマーケット、かな、よくわかんないけど。よし、じゃあこのところを持ってみようかな。何があるかな。いいところよ。何があるかな。それだけじゃないよ。なんでまあ、いろいろ見せるよ、このところ、はい、なんか雨がなんかちょっと嫌なんだけど、まあ、いいところで、韓国すごい。何？一気に燃やして暖かくしてる。ああ、なるほどね。
後ろにソウルの建物見えるね、うん、高いビル、うん、あのほら高いビルの向こうなんとかセンターね、デンマークかもねアンデルセンター、そう思わないなんだけどね、そうサンセンターか、そう思わない、そう思わない、そう思わない、違う、今どこにいる？韓国にいるよこのところソウル、ソウル特に、うん、今ここ、わかんない、なんていうとこ、まあ、わかんないね、全部壁になんか落書きがあるいろいろ書いてるし、絵もある、マイクルジャクソン、まあ、今回の最後の韓国料理の夕食、うん、すごいね、最後のうん、よし、じゃあこの最後の日ちょっと嫌な天気なんだけどね、うん、開けるかな